お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、このティガポイ使っていこうかなと思います。で、こう、今、インフェがね、激アツですよというのがね、ありまして、今、ロイジェイがね、2種類ね、高回転の形が流行ってて、両方ともね、こう、ザップ系、リセット系がないみたいな感じで、インフェに弱かったりだとか、まあ、なんかインフェが本当に今来てるよーって感じで、これ使ってきます。海外の、CRL ウエストでもね、使われてたりしてましたね。はい。で、プリンスが強いし、みたいな感じです。で、今日動画がちょっと遅いんですけど、上がるの。それはね、マジですいません。シンプルに撮り忘れてましたね。ずっと家で、ネットフリックスでね、ドラマ、アンフェアっていうドラマを見ながらずっとゴロゴロしてたんですけど、わー、で、ターンをこれもうね、トルネードないでしょってやつですね。本当にトルネードあったら喧嘩してるからね。オコですよ、この温厚の僕がオコになるってことは相当オコですからね、マジで。さあ、てなわけなんですけども、ですね、そう話したことがすごいあって、でも僕説明マジで下手なんで、こう、ゆっくりね、本当に、話していこうかなと思うんですけど、マジいやー、むずいんだ。まあ、とりあえず簡単に言うと、本当にすごく簡単に言いますからね。アイドルに会いましたね。アイドルに会ったんですけど、日向坂さん、日向坂46かな ?6 さん。お会いしました。もう多分ね、今こう、本当のっていうか、ガチファンの人たちを、何言ってんのみたいな。本当にみたいな。なると思うんですけど、本当に僕全然こう、詳しくない。まあ、失礼なんですけど、結構そんな詳しくなくて。って感じ、まあ、なんですけども、そう、ステージゼロをこう盛り上げようっていう、なんか放送の、まあ、イベントにご招待していただいて、そこで、まあ、みちょぱさんだったり、アンガールズ田中さんが結構ね、メインとして、やってるやつなんですけども。いや、その二方にはね、そう、会いたかったんですけど、会えなかったんですけど、まあ、日向坂さんにはね、なんか奇跡的に会えて、二部さんと松田さんと佐々木さんかな。そう。いや、もうアイドルがこう、来て、てかまあ楽屋にいて、なんかコンコンってこうされて、こう日向坂さんと、こうマネージャーの方が、なんかご挨拶こうしていただいて、こうもうこっちはもう、ね、固まってますよ。もう声が出ないですか。あーってなっちゃいますね。これがアイドルかっていう感じのやつをね、ちょっと感じちゃいましたね。で、まあ本当に顔ちっちゃいっすね。本当かっていう、あれ本当にっていう、顔小すぎんかって、本当にってどうなってんのっていう感じでしたね、マジで。っていうのがあり、まあね、そういう放送もあって、アーカイブも多分残ってるんですよ。なんかそう、エキシビションマッチとかしたんですよ。クラロワで4名かな、4名。あ、これやべえ。4名、焼き鳥と僕と、北シャンとジャックくんが、こう呼んでいただいて、そこでプロ対決だったり、まあプロ対高校生だったりいろいろしたんですけども。よいしょ。うわぁ、見たんよ。見たんよ。さっき前だったな。うん。さっき前、今回も前。ってことは次は、どっか違うとこ。さあさあさあ、ポイズン地点。なんでポイズンねんだ俺。ポイズン回します。これ一発ぐらいもあげます。で、ザップだったっけ、覚えてね。雪玉か、やばい、待って、フェブロケポイズン、あ、でも多分勝った、俺の方が早いんじゃね、ヤリコブリンか。あぶねー、あぶねー。ってなわけで、マジでね、本当に話すの大変なんですよ、やりながら。本当にこれはね、分かってください。というわけで、話すごい途中だったと思うんですけど、実際にこうテレビ東京行って、で、接触とかもいろいろ今危ない時期なんで、こう各ね、スタジオに分かれて撮影だったんですけど、いや、なんか思う、すごかったんですよ。すごい大変だったんですよ。あ、暗面だ。暗面。しかもこれオフ会で実際に会って、結構ね、いろいろお話しして。いやー、
ボコボコにしたいと思いますね。そうで、いろいろあったんですけど、結構ね、ハプニング的なこともあったんですよ。そう。すごかったの。え、こんな感じなのって言いますか。いや、そう、いろいろなことがあったんですけど、その辺はね、またこう、ちょっとミラティブとか、まあ、どっかね、また別の配信か、いつか話せたらいいかなと思うんでね、はい。まあ、そんな感じで、まあ、この話はね、ちょっと、まあ、終わりにしようかなと、まあ、思いますね。いや、本当にだからもうアイドルを目の前で見れて、まあ、だから写真もちょっとお願いしたんですけど、もうこう、しっかりね、そこは、もう、ダメと、厳しいらしいです。そうですね。まあ、そりゃあねって、まあ、感じですよね。なんかもう、いや、すごいなって思いましたね。それ徹底されてまして、いろいろ。っていうのがね、まあ、ありましたね。ちょっといい体験を、いい経験をですかね、まあ、させていただきましたね。で、まあ、その後、こう、何人かで、まあ、ご飯行き、なんかみんなでラウンドワン行って、まあ、遊んだりして、これ、スケか箱落ちて、その後プリンス、あ、スケがあるのか、これ。スケだけに。ごめんなさい。はい。スケさんね。まあ、クラメンなんでね。はい。で、まあ、ラウンドワン行って、まあ、ダーツして、まあ、ボーリングとかしたり、まあ、して、まあ、ね、めちゃくちゃ遊んで、その後、池袋のラウンワンだったんですけど、近くになんか無敵屋っていう有名なね、ラーメン屋があるみたいだったんで、そこ行って、なんか普段めちゃくちゃ並んでるみたいなとこ行って、まあ夜遅かったんで空いてたんですけど、そこでもう深夜2時とかに、こうチャーシューラーメンみたいな、もうチャーシュー5、6枚分厚いやつ入ってるラーメン食って、もう鬼うまかったですね。僕脳みそ10割つけ麺人間ですけども、いやマジでまた行きたいなと思いましたね。はい。で、その後に、みんなで温泉行ったんですよ。そう。久々にね、温泉行きましたね。なんかまあ、1年に1回ぐらい行ってるような気がするんですけど、オズニキとライキさんと僕と焼き鳥か。で、そう、温泉行ったんですけども。まあ、裸の付き合いはいいっすね。こう、たまにね、ある、こういう裸の付き合いによって、こう、やっぱいろいろね、語れますからね。こう、みんなで温泉作りながら。はい、あれはこうだとか、いや、こういうこともあったんだよ、みたいな、こう、みたいな、こうね、普段話せないようなことも、いろいろ話したりね、マジでね、めちゃくちゃいいっすね。そんで、温泉といえばサウナじゃないですか。水風呂からのサウナを3億ぐらいしたりしたら、もうバテましたね。なんか、こんなに疲れるのっていうぐらい、なんか、疲れちゃいましたね。本当に、運動してみんなで走って、こう、息、荒くなった時ぐらいマジで疲れたんですけど、まあお風呂上がりのコーヒー牛乳はマジで絶品ですね。僕コーヒーとか、コーヒーは別にいいんですけど、牛乳がマジ嫌いなんですよ。小学校とかの頃も、中学かな、もう本当にどれだけうまく牛乳を残せるかみたいな感じじゃないですか。あんなんもね、友達と頑張って交換したいみたいな感じで、まあ逃げ切ってきたわけなんですけども、本当に温泉後のね、コーヒー牛乳だけは、あれはもうマジでね、必須ですよ。コーヒー牛乳なんて言い方したら失礼ですよ。うますぎて。ね、あれだけはね、マジで癖になると言いますか、ちょっとまた飲みたくなりますね。なので温泉ちょっと行きたくなりますね。なんか、ハマっちゃいそうですね。なんか、まあ、めったに行かないからこそだと思うんですけど、毎日通うとさすがに、ね、ってなるかもしれないんですけども、まあ、久々の温泉は良かったですね。本当にまあいろいろ語れますしね、みんなでこう、ああだこうだとか、ああいうな、ああいうねとか、こう、実はこうだよみたいなね。こう、もうたまんないですね。なんか久々にこう、朝までこう、みんなでね、こう、いろいろ遊んだりしてね。ちょっとまあリフレッシュってわけでもないですか、まだ、まあリフレッシュか。で、こう、ちょっとね、いい時間をね、過ごせましたね。っていう感じで、しっかりクララ集中していこうかなと思います。はい、ダクプリ3画号、ザピア、ザパーですね。ザッパー、ザップ使ったので、低めコウモリで延命しつつの、ディガーですね。さあさあさあ、で、まあ、ディガポイの難しいところって、攻めすぎちゃうところと、なんか別に攻めてもそんなダメージ入んなくてカウンター受けるんですよ。でもなんか入ってます。ラッキーですね。で、あとはまあ、防衛でダメージ受けないってことが大事ですかね。で、守ってる時に、D
ディガーを飛ばすっていうのがね、非常に大事になってきますね。相手が攻めてる時っていうのは非常にコストがない時なので、そのタイミングで攻めると相手もね、防衛できずに、ディガーのダメージが入ると。でそこで僕がどれだけうまくね防衛できるかっていうのが、まあ、鍵になってくるかなと、思います。さあで3が5いきます。でもプリンス出しちゃいましたね。プリンス出せなくてよかったな。でこれでもどっちかにしかザップ打たせないよって感じで、ザップ打ったので、よいしょ、槍ゴブリンでね、さすがに、ああやばいやばいけど、あ待って、逆されたお前、なんでやめたのお前、おいおい、ちょっと待ってちょっと待って、ダークプリンの位置動いてなかったのに、今の見た、今のはね、さすがにこの温厚な僕でもね怒っちゃいますけどね、逆されたわ、危な。最低はジャイホリですね。ジャイホリなので、まあ血ジャイがこっから来んのか、まあどうかわかんないですけど、1回目がここから入るか。いやちょっとこのディガも多分無視ですね。まあ無視でもいいや。削ってインフェからの3号が来るんでポイズン貼って、でインフェとこのコウモリを一緒にザップで撃たれなかったらどっちかが無双するんだよね。まあこんな感じで簡単に守れちゃうよーからの、まあ、ザップがあるんで無理にニット追加せずね。コウモリこれやばいですね。これやばいですね。うん。ああ、なるほどね。もうジャイを出すコストは俺にはねえよと。やべ。待って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 。うん。あ、これでもアイブラ全部取っちゃおう。緊急回避、緊急回避。あのディガーぐらいは大丈夫でしょ。で、右側多分許容できますね。そんな入んない。オーケーイ。で、まあ今この辺メガゴもね、勝手に追加来たんですけど。この間にディガー飛ばして、あ、当てるんかい。当てるんかい。コウモリウッド。多分ザップ。ザップ来ない。とかして、勝ったっすね。ポイズンで、フィニッシュというわけで、まあ、一応ね、ディガーも飛ばしたいですが、なんか後ろに構えてこねえのかな。さあ、さすがにここは読めんだろうと言わんばかりのディガー。よし。てなわけですね。まあ攻めすぎないことが大事ですね。こういう特にユニットが残る相手、相手が小物バックだったら、なんかねディガープラスポーズ打っとけばいいんですけど、なんかこうフルカウンター来ちゃうじゃないですか、プリプリとか。なんであんな感じで丁寧に丁寧に守るのも大事になってくるかなと思います。なんでポイズンとかもね、結構迷わず棒ポイとかしていいかなと思いますんでね、ぜひこのディガープライつけてみてください。というわけで今日終わります。いやなんかな、疲れたな、すごい疲れた、てか疲れてるわ体が謎に。はい、てなわけでお疲れちゃんでした。